アキテーヌ公ウード、またはオードはアキテーヌ公。ガリア南西部のバスコニア公領及びアキテーヌ公領を支配し、その領土はロワール川からピレネー山脈に至り、トゥールーズを首都とした。ウードはカロリング家と対立し、カロリング家に対抗するためにアラブと同盟を結んだ。735年に退位するまでその領土を支配した。公と呼ばれる。ウードの出については、 はっきりしない。一説にはウードは、ローマ人を先祖に持ち、同時代のフランク人は、ウードの父を敵である、ローマ人としている。また、何人かのアキテーヌコが、ウードの父として挙げられている。ボギスやベルトランの傷つから、ボギスを誤って、フランク王、カリベルト二世の子孫、ベルトランをその弟で、後継者とする歴史家もいた。 または、メロビング家とは全く関係のないルプイッセイなどである。義書であるアラオン特許上によると、聖、ウベルトゥスは、ウードの兄弟であるという。ウードは早ければ、ルプイッセイが死去したと見られる679年に、あるいは688年に、アキテーヌ行為を継承していた。692年の可能性もあるが、少なくとも700年には支配権を得ていたと見られている。 711年、ウードはパンプローナの西強盗をロデリックと戦ったとされる。715年、ガリアで起こった内乱の間に、ウードは独立を宣言したが、王とは名乗らなかったとみられている。718年、ネウストリア王キルペリクニセイと、救済、ラガンフリドとの同盟のため、ウードはバスク軍を招集したようである。この時、ラガンフリド側がウードを、 アキテーヌの支配者と認めることを提案した可能性がある。ウードラはアウストラシア救済カール・マルテルと戦ったが、同年のソワソンにおけるキルペリクの敗北の後、ネウストリア王位と宝物を引き渡し、カールとは僕した。ウードは自身の領土を侵略したウマイヤ朝及びフランク王国の軍とやむなく戦った。721年6月9日、ウードは トゥールーズの戦いにおいて、アルサムイブンマーリーク・アルハウに勝利した。この戦いは、ウマイヤ朝による最初の北方への遠征であり、何千ものウマイヤ朝兵士の命が奪われた。この歴史的勝利は教皇により贈り物とともに、称賛され、教皇はウードをキリスト教の英雄と称え、ウードの独立を認めた。ウマイヤ朝との国境を保障するため、ウードは娘を フランク人からは、ムヌザと言われた、ウマイヤ朝のベルベル人領主で、後のカタロニアの大漢ウスマンイブンナイッサと結婚させた。731年、カール・マルテルはザクセン人に勝利した後、アキテーヌに目を向けるようになり、ウードがウスマンイブンナイッサと同盟を結んだことを急断し、ロワール側を越えて、ウードとの和平を破棄した。カール・マルテルは二度にわたり、アキテーヌに侵攻。 ブールジュを占領した。ウードはフランク軍と交戦したが敗北し、カール・マルテルはフランクへと戻った。同時に、ウマイヤ朝がサルダーニャにいるウードの同盟者、ウスマンイブンナイスサを攻撃するため軍を集めていた。731年、ウスマンはアブドゥルラフマーンアルガーフィキ率いる遠征軍の攻撃を受け、敗北し、殺された。ウードの娘は捕獲され、 捕虜としてダマスカスのハーレムに送られた。ウードはカールの攻撃をかわすのに暴殺され、ウスマンを助けることができなかった。732年、アブドゥルラフマーンアルガーフィキーの軍はバスコニアを攻撃し、ボルドーへと軍を進め、この町を荒らし回った。ウードはウマイヤ軍と交戦したが、ボルドー近郊で敗北を喫した。敗北の後、ウードは死産した軍を再編し、 急ぎ、北へと向かった。ネウストリア及びアウストラシア救済カール・マルテルに差し迫った脅威について警告し、対アラブベルベル軍の戦いに援軍を送ってくれるよう要,要請するためであった。この支援の見返りに、ウードは正式にフランクの支配下に入ることを受け入れた。ウードは80歳くらいであったが、カール・マルテルの軍に加わり、フランク軍の左翼を形成した。 ウマイヤ軍とカールが率いる連合軍の双方は、いわゆるトゥール・ポワティエ艦の戦いの準備のため、ビエンヌとポワティエの北のクラン側の間に陣を張った。この戦いで、ウードは軍を率いて、ウマイヤ軍の本陣に侵入し、火をつけて、敵の後方軍を大混乱に陥らせ、ウマイヤ軍を破るのに、重要な役割を果たした。年、トゥル・ポワティエ間の戦いにおいて、 フランク連合軍は、ウマイヤ軍に勝利し、ウマイヤ軍をアキテーヌから追い出した。戦いの後、カールは、フランク王国へ戻り、ウードは引き続きアキテーヌ及びバスコニアの支配者の地位に留まった。735年、ウードは退位したか死去し、息子、ウナールが後を継いだ。あるいはウードは陰性した、修道院で740年以前に死去した、可能性もある。 フードのアキテーヌにおける人気はパルドゥルフスデンで言及されている。ありがとうございます。